ガクトのゲーム、ガメセンテル。何やってんの、ほんと。頭おかしいんじゃないの。暑い。ていうか、お前、映ってる？お前。引きのカメラ。引きのカメラでしか映ってないんだ。かわいそうなやつだな。使ってよ、引きのカメラ。おかしいよ、これ。なんだよ、これ。めちゃくちゃ難しいよ。なしてるよ。大変だろ、人生って。人生って大変です。兄さんが一面じゃちょっとあと30分ありますので、できなかったらネタでお願いします。言いますね。言いますね。できなかったらネタでお願いしてもよろしいですか。ありますよ。クリアしたらスタッフ全員で腕立て。おー、言いますね。巻き込むっていう。やばい、クリアするかも。ちょっとみんなもドキドキしながら見てた方がいい。これなかなかでも難しいですよね、本当に。ああ、鎧ないのかな。これ鎧が復活するものはないんですかね。いや、それを調べるのがお前の役目だろ。ああ、なるほど。移動する足場のある水たまりの右ですぐジャンプ。ああ、顔もないのかな。もうなんだよこれ、もうすっごいイライラしてる。すっごいイライラしてる。うわー、すごい音ですねこれ。あ、なんか気持ち悪い。兄さんこういう音嫌いですよね。あー。5分経過です。うん、5分経過でございます。だから教えてくれって。クリアするから。鎧の場所は分かったんですけど。何？この後半に行く直前のとこにあるみたいなので、もう後半に入ってしまったので、あとは行ってもらうしかないっていう。なんだよお前、ほんとムカつくな。お前ほんとムカつく。お前兄さん、ほんとムカつく。で、どこって水溜りは。水溜りまだですね。これ終わった、超えた後にありますので。だから言えって、だから。言いますよ、言います。なんだよ、お前さ。まだ後半行ってないのね。言うにも言えないんです、兄さん。タイトル戻ったら、右押しながら B ボタン。コンティニューできる方法は発見しました。何？ゲームオーバー後、タイトル画面に戻ったら右押しながら B ボタンを3回押してスタート。ゲームオーバーしたとこから始まる。多分後半に行ったら後半からできるなと思うんですけどね。コントローラー下と A ボタンを押しっぱなしにすると、アーサーが連続でジャンプする。ん？コントローラーの下と A ボタンを押すと連続ジャンプ。コントローラーの何？下ですね。コントローラー下？下キーと A を押すと連続ジャンプだけです。だからこれの何なのよこれ。書いてあった。ちょっとお前さ、お前あれだよね、人の気持ちっていうの分かんないよな。人間として最低だと思うんだ本当に。一応全部ちゃんと兄さんに伝えて、そこからチョイスできる使えるものがあると思うんで。
もしかしたらこれが使える日が来るかもしれない。兄さんに全て情報をまず伝えないだと思いまして。大っ嫌い。お前のこと大っ嫌い。今日のガメセンタルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック、今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかそういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあまた明日。